ジュエルペットアニメ作品、レディジュエルペット、レディジュエルペットは、サンリオとセガトイズによるキャラクター、ジュエルペットのアニメ版の第6シリーズ。2014年4月から2015年3月まで、テレビ、東京列局で放送された。テレビ東京とテレビ大阪とテレビ愛知では、字幕放送を実施。ジュエルペットのアニメシリーズ第6作目。本作のアニメーション制作には、 過去5作を担当したスタジオコメットに加え、第2作ティンクルの番外編をコメットと共同制作したゼックスクスが新たに参加した。本作では第3作から続いたマニアックなパロディやハイテンションなギャグあやや抑えられ、ファンタジーさを強く押し出した作風となり、シリアスな展開も多い。また、シリーズ内で最も恋愛要素が濃い作品でもある。 タイトルロゴのジュエルペットの部分が過去5作品で使用されてきた虹を基調にしたものから一新され赤とピンクを基調にしたスマートなデザインになっている。前々作ジュエルペットキラデコに引き続き2014年7月より本作をベースにしたミュージカルがサンディオピューロランドにて上演されている。憧れのお兄ちゃんの結婚式に参加していた桃菜。ところが かわいいウサギの姿をした、ジュエルペットのルビーに連れられて、ジュエルランドの女王にして、最高の女性である、レディジュエルの候補生たちが集まるジュエルパレスにやってきた。モモナは、そのレディジュエルの候補として、ルビーに選ばれた。モモナは、レディジュエル候補生や、レディジュエルを支えるキングの候補生であるプリンスたちと、切磋琢磨し、レディの頂点である、レディジュエルイコールトップオブレディを、 目指ていく。しかしその裏では、ジュエルランドの平和を脅かしかねない陰謀が進んでいて、前作に引き続き、人間界といった概念は存在せず、ジュエルランドにジュエルペットと人間が共存している、世界観となっている。加えて、本作の人間キャラクターには、名字が設定されておらず、前作の人間キャラクターが、日本人なのに対し、異世界人の可能性がある。 キャストクレジット上は、ルビーたちジュエルペット側がメインだが、物語は、モモナをはじめとする、レディジュエル候補生たちを中心に構成されている。本作では登場する、ジュエルペットの数が絞られており、未登場となった、ジュエルペットが、比較的多い。ジュエルパレスに集められた、レディジュエルの候補生たち、プチレディとも称される。メンターに選ばれた女の子が対象となり、 一年間友人やプリンスと協力して課題をクリアしながら修行を積むことになる。優秀なレディ及びプリンスはロイヤルパレスに進級し、より高度な修行を受ける。一年間修行したプチレディの中でただ一人がトップオブレディイコールレディジュエルに選ばれる。レディジュエルを支えるキングの候補生。基本的にレディ候補生たちとは別に修行を受けるが、 時折合同で課題を行うこともある。ただし、桃もなのいとこであるあるとは、特に優秀なプリンスではなかったが、一時的にせよ、レディジュエルに選ばれた恋人のダイアナと同時に、キングに選ばれた過去がある点から、キングに選ばれるものは、本人の能力よりもむしろ、レディジュエルとの相性の良さが重視される模様。実際にも最終回で、リリアンが新たなレディジュエルに選ばれた時には、 彼女の恋人である三浦が自動的に新たなキングとなっている。前作、ハッピネスと同様に CD はソニックグルーブより発売。また、エンディングテーマはハッピネスの第4クールのオープニングが使用された。本作では、サブタイトル画面やサブタイトルコールがなく、サブタイトルは本編冒頭に表示されるのみ。第14話からは、 ペットによる占いコーナーが次回予告前に設けられている。はじめにももなが、今日は良いことあるかなと言っている。時間帯はすべて現地時間。発売元、ウィーブ、販売元、フロンティアワークスから全話収録のレディジュエルペット DVD は、レディのたしなみボックスが2015年7月7日に発売された。レディジュエルペット魔法のミュージカル誕生。 リトルレディジュエルのタイトルで、前作、ジュエルペットキラデコ。ミュージカル目指せ。ナンバーワンアイドルに引き続き、2014年7月12日から2016年5月29日まで、サンリオピューロランドのディスカバディシアターにて上演された。t v シリーズからは、ルビー、ルーア、ガーネット、サフィー、モモナ、リリアンが登場し、モモナとリリアンは、 サンリオピューロランドのエンターテイナーが演じ、ジュエルペットたちやスクリーン上でのモモナやリリアンのセリフをアニメ版の声優が吹き込む形で登場する。内容は TV シリーズの世界からスクリーンを飛び出し、サンリオピューロランドへと迷い込むという番外編となっている。前作同様、アニメ本編の放送終了後も上演は継続された。年月日からは、 内容が一部変更されている。レディジュエルを目指して修行していたモモナとリリアン。そのメンターのルビーとルーアは、ひょんなことからサンディオピューロランドのステージに迷い込んでしまった。彼女たちはジュエルランドに戻れるのかルビー、ルーア、ガーネット、サフィー、モモナ、リリアンの声はアニメ版に同じ。いずれもサンディオピューロランドのエンターテイナーであるアニメ、 レディジュエルペット4月5日スタート。アーカイブド2014年4月5日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB ・レディジュエルペット、レディのたしなみ、レディ・ゴー。基本的にルーアに告示した用紙になったが、桜んぼうの飾りはそのままである、と、細部は異なる。本放送では、テロップミスにより、エコンテ、川崎一郎と表示されてしまった。遅れ放送の地域では修正された。 正月特番のため曜日変更。本放送ではテロップミスにより脚本、絵ンテ演出がすべて第46話のもので表示されてしまった。遅れ放送の地域では修正された。FIFA ワールドカップの中継のため第11話が放送休止。翌週に第12話とともにには連続放送6月22日に FIFA 中継で休止。 テレビ愛知は遅れ分を8月30日土曜7時7時30分の枠で放送。TVH も9月15日8時8時30分の枠で放送。それ以外は不明。 http://www.daekyo.com スラッシュブランドスラッシュ dkboks スラッシュノーティスラッシュビュー s p x ボーディドイコール24944ありがとうございます。